ちょっと待ってね、後ろが閉まらない、後ろのこのカチャが、このカチャがね、懐かしいこのランドセルでございますけども、小学生の登下校はまあ徒歩なので、いろいろと危険なことがたくさんありますね。今回は小学生の登下校で起こりうる危険な事態を、僕らが実際に今からこの場で再現して、ランドセルはそこから一体どれぐらい小学生を守ってくれるのかっていうのを、お伝えしたいと思います。思います。では行こう。いついかなる場合、不審者にいきなり後ろから襲われないとも限りませんから、今回は不審者に襲われた時の耐久度を調べたいと思います。はい。バイバイとかバイバイレンジャー、走っていけんどこまで行って、え、なんで不審者。あ、そっか、そっかじゃねえよいついかなる時、横笛でいきなり殴られないとも限りませんから、人が説明しないと吹かないの、吹けてねえじゃねえか。あ、そこ、あ、それリコーダー、リコーダーのこの部分か。いついかなる場合、食パンを加えた女子高生と街角でぶつからないとも限りませんので、そちらを検証していきたいと思います。よし、じゃあ来い女子高生。やばい、地獄地獄は地獄地獄ってなんだよ。遅刻ね、遅刻ね、遅刻ね、遅刻ね。よし来い女子高生。やばい、もうやる、もうやる。